桜島号は、福岡県福岡市と鹿児島県鹿児島市を、九州自動車道経由で結ぶ、中高高速バス路線である。かつては、夜行便も一往復運行されていた。席は、全便座席指定制で、乗車には、予約が必要である。2021年4月1日以降、13往復の運行となっており、福岡発午前。 鹿児島発午後の6往復を西鉄が担当し、鹿児島発午前、福岡発午後の7往復を南国、鹿港、鹿間の3社が2往復、JR が1往復担当する。2009年頃から西鉄担当便の多くが、西鉄市会社の高速バス運行会社である、西鉄高速バスに運行委託されていたほか、西鉄高速バス担当の便もあったが、 2019年4月1日に、西鉄高速バスが、西鉄に吸収されたため福岡側は、西鉄一社のみの運行である。またかつて、鹿児島県側にあった、林田産業交通も一部便を担当しており、経営破綻などにより、林田バス、岩崎バスネットワークとなった後も鹿児島交通に、吸収されるまで一部便を担当していた。ふとじは停車停留所。 福岡市内やめインターチェンジ間のみ、鹿児島空港南鹿児島市内間のみの利用は不可。内は一部の便のみが停車。AB、東京伊良ご岬間など3路線を免許。交通新聞、P1、福岡鹿児島線、桜島号鹿児島本港へ、路線延長を行います新バスターミナル、開業までの間、出発場所は、南国高速バスセンターで、 到着場所は、大英鹿児島中央店横の高速バス降り場となっていた。高速バス福岡鹿児島線、桜島号、関割が新しくなって再スタート。空港連絡バス、高速バスの発着所移転に関するお知らせ。南国交通。2012年3月13日閲覧。発着場所は、鹿児島中央、ターミナルビル1階2番ホーム発。 4番ホーム機となる。ウェブ決済限定。高速バス、ウェブ運賃プランを導入します。西日本鉄道。2013年6月3日閲覧。鹿児島福岡線高速バス、桜島号ご利用のお客様へ。南国交通。2014年11月23日閲覧。地震の影響による高速バスの運行について、福岡宮崎間。 延岡間、鹿児島間高速バス運行再開。西日本鉄道。2016年4月21日閲覧。地震の影響による高速バスの運行について、鹿児島線の運行再開。延岡線、宮崎線の経路変更。西日本鉄道。2016年4月27日閲覧。地震の影響による高速バスの運行について、宮崎線。 延岡線鹿児島線の通常ダイヤ復旧。西日本鉄道。2016年4月28日閲覧。さらなる利便性向上を目指して、福岡鹿児島線桜島号6月13日ダイヤ改正。西日本鉄道。2016年5月20日閲覧。福岡鹿児島線桜島号に、運賃カレンダー、ウェブバヤワリーチを導入します。 西日本鉄道2017年10月27日閲覧新型コロナウイルスの影響による高速バスの一部運休2020年5月1日新型コロナウイルスの影響に伴う減便運休のお知らせ新型コロナウイルスの影響による高速バスの全便運休空港連絡バスの減便について南国交通 2020年5月7日閲覧。福岡鹿児島線。桜島号2020年5月7日から5月31日までの時刻表。南国交通。2020年5月7日閲覧。一新型コロナウイルスの感染拡大の影響による高速バス運休便。JR 九州バス。2020年5月7日閲覧。福岡延岡宮崎線。 福岡鹿児島線2020年6月1日路線休止について西日本鉄道2020年5月2日閲覧夜行便は出発時刻が夜遅く到着時刻は朝早いダイヤである関係上途中休憩の設定が困難なためしたがって途中の SAPA に停車するのはあくまで車両を点検乗務員仮民のためであり 乗客は車外へは出られない。JR 九州バス、桜島号時刻表。JR 九州バス、2016年6月17日閲覧。ありがとうございます。